皆さんお疲れ様です。今日も一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今日も一緒に筋トレ頑張りましょう。1種目目はストレッチです。うつ伏せの状態でお尻を横に振っていきましょう。うつ伏せの状態でお尻を左右交互に振っていくことによってお腹周りがストレッチされると思います。上半身はなるべく動かさずに下半身だけを動かしていきましょう。続いてはその姿勢の状態で右足をクロスしましょう。右足をクロスすることによってお腹が伸びるのがわかると思います。横腹がしっかり伸びていることを意識しながらやっていきましょう。続いては反対側です。反対側も同様、足をクロスしてお腹がぐーんと伸びることを意識しながらやっていきましょう。足を遠くへ伸ばすことを意識してお腹をぐーんと伸ばしていきましょう。ストレッチ種目はこれで終わりです。休憩です。ここからは筋トレになっていきます。まず1種目目は両手でチョップをするように横腹をひねっていきましょう。お腹周りを刺激するには横腹をひねることがポイントになりますので意識して頑張りましょう。チョップをするように左右交互横腹をひねっていきましょう。なるべく反動を使わないように足は床から離さないようにしてやっていきましょう。上体を起こす際に息をふーっと吐けばより腹筋が収縮されて効いてきますので余裕がある方は意識しながらやっていきましょう。残り10秒です。チョップしてチョップしてお腹周りを刺激していきましょう。休憩です。続いては肘と膝を近づけて腰をひねっていきましょう。足は自転車を漕ぐようなイメージでやるとやりやすいと思います。しっかり休憩して次も頑張っていきましょう。この種目でも意識すべきポイントは腰をひねることです。このお腹周りの浮き輪肉を刺激するには腰をひねることがとても大切になってきます。ですので肘と膝をなるべく近づけて行ってあげることによって自然と腰をひねることができますので意識して頑張りましょう。スピードを上げれば上げるほど脂肪燃焼効果も高まりますので余裕がある方は頑張ろう。残り少し頑張って。休憩です。続いては足を床から浮かして交互にクロスしていきましょう。ここから後半戦になっていきますので頑張って。この種目は足を大きくクロスしてあげることによって横腹へ効いてくる種目になります。足にも多少効いてくる種目にはなりますので足に効いていても大丈夫です。腰が痛いよという方は腰あたりに両手を添えてあげることによってクッション代わりになり腰痛予防にもなりますのでやってみてください。後半戦になりきつくなってきましたが皆さん一緒に耐えて最後まで頑張っていきましょう。休憩です。続いては両手を使って横腹を最大限にひねっていきましょう。できる方は足を床から離した方がより横腹に効いてきますので最後挑戦してみましょう。この種目では両手を後ろへなるべく引くように意識すればするほど腰をひねることができて横腹へ刺激がいくと思います。余裕がある方は足を床から浮かせて体幹も使いながらやっていきましょう。足をついてでも大丈夫ですので最後まで一緒に頑張りましょう。
今こうして筋トレをやってるだけで確実に昨日よりかっこいい自分になってますんで、一緒にかっこいい自分を目指して頑張りましょう。やり抜きましょう。ラストの休憩です。ラストは姿勢をキープしたまま腰を左右にひねっていきましょう。ラストはなんと1分間の耐久戦になりますが、一緒に耐えて耐えて耐えていきましょう。ラストはプランクの姿勢で腰を左右に振っていきましょう。お尻が床につくぐらいまで腰を左右に振っていきましょう。これでラストになりますので、ラストこの1分間を乗り越えていきましょう。筋トレは継続すれば必ず体が変わりますので、皆さん一緒に頑張りましょう。残り30秒、半分です。半分切りました。耐えていきましょう。皆さん残り20秒です。本当にこれで終わりですので、一緒に最後までやりきりましょう。皆さんなら必ずできます。最後まで耐えていきましょう。残り10秒切りました。もう少し。3、2、1、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回のメニューはストレッチから筋トレと幅広く用意したメニューですので、ぜひ夏に向けて一緒に頑張りましょう。今回のトレーニング継続するよという方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけで、その人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。